皆さんこんばんは。今回ですね、喋るの苦手な、方、の、克服の、仕方をいます、それはズバリ、喋るの苦手であれば何でも喋ることだ。口数が少ないだけだ。だから口数を多くしろ。ただそれだけだということです。僕も当時ね、すごい悩んでたんですけど、まあ、それが、言われたことは、ひとまず喋るのが苦手なんじゃなくて、喋る、まあ、口数が一人も口数が、少ないだけなんだよと言われました。別にこっちだったのかな。でそこで、何でもいいから僕は喋るようになりました。そっからもうバカでもね、こいつアホなんじゃないのって思われることもたくさんあったと思うけど、ひとまず喋ることになりようとっていうことから、まあその肌すぎてね、悩んでたんだけど、そこから何でもいいからもう喋る、ひとまず沈黙がついたらなんか自分から発信して喋るようにしました。そうすることによって、口数もどんどん増えてい、って今の自分があります。まあ、今でもやっぱね苦手だなって思うけど、でもまあ昔と比べると全然マシかなと。